女子のフリースケーティングは大切な夜を迎えています。浅田真央とともにこのフランス大会に出場してきた日本の澤田明、昨日は少しミスに苦しみましたが、ただこのフリーは4分間に13の要素ジャンプも決まりました。挽回のチャンスは十分です。を生かしたダイナミックなジャンプ、そして元気印が魅力の19歳、今年4月フィギュア界の名門関西大学に入学、世界を意識し練習を積んできた。そんな中、初々しい女子大生としての一面ものぞかせる。開けました。で、高校卒業して3日ぐらいで開きました。挽回を期する今夜のフリー、ピアスに負けない輝きを放つ。ショートプログラムではいつもの元気な力強いスケーティングを披露することはできませんでした。澤田明、初戦の緊張感もあったかもしれません。ただ今夜は大きな挽回も可能なフリー。日本の19歳澤田明、フリーステージはミュージカルでミゼラブルより、最初に3連続のコンビネーションジャンプを予定しています。トリプルトーループ、ダブルトーループ、ダブルトーループ、最初のジャンプがうまく決まりました。昨日は最初のジャンプにつまずいてちょっと連続ですね。ちょっと回転不足っていうのはかなり減点されてて評価されなかったですからね。今日は確実にいきたいですよ。リプルルッツ、よく振り取られました。そうですね、ちょっと回転がちょっと不安定なところありましたけどね。いつもの彼女らしさなかなか出ませんでしたが、なんだかこの曲も彼女の雰囲気に合った。そうですよね、これレミゼラブルの曲で、ね、フランスパリを舞台にした曲 を使っていますからね。あのおなじみの曲というか、場内のお客さんにもおなじみのある曲でしっかりアピールしてほしいですね。
ちょっと手をつきました。最後はダブルになりました。2年前の全日本ジュニアのチャンピオンです。カナダ大会でグランプリシリーズデビューをした武田奈々選手と同じ19歳。アクセル、ダブルトーループ。その武田選手の笑顔を見て私もいい演技がしたい、そう話して臨んだこのフランスです。そして見せ場ですと話していたこのステップ、更新の曲に乗っていきます。フランスのお客さんたちからは大きな拍手がもらえました。日本の12歳、そうだ、ショートプログラムにね、時はちょっとね、フランスの人としてあんまりうまく力が出せなかったりもしますけど、フリーも伸び伸び元気にやっていたようなと思いますけれどもね。本当に今日はまず最初のこの3連続コンビネーションジャンプからいい滑り出しになっていきました。そうですね、トリプルルッツ、ちょっとやはり回転不足ですけど、これを形通りにしますから、やっぱり不器用ですよね。はい、その後のジャンプも本当にこらえて、こうしたスピンなどでも今年は柔らかさにも重点を置いているそうです。サルコ、うん、2回転になってしまったんですね。ちょっとタイミングがやっぱりうまく合わなかったですね。そしてこれはスパイラル、今ちょうど今澤田選手が使ったレ・ミゼラブルの曲、更新の曲、ちょうどシーンも流れてましたけれども、本当にいい形で前これからも進んでいってほしいですよね。そうですよね、一つ一つの試合こう、はい、ミスしたこともこう、うまくいったことも経験となって次に生かせる、生かさなきゃダメですよね。生かせるもう能力の本当にアキさん、元気いっぱいのアキさんですから、またこういう、ね、舞台にまた次の試合に生かしてほしいですよね、はい、2年前には全日本ジュニアのチャンピオンになって、そしてそのままジュニアのグランプリファイナルに出場、うん、さあそして一方こちらはリンク上に姿を現しました、もう一人の日本選手澤田亜希。澤田にとっては今シーズンのシリーズ初戦、笑顔で頑張りたいと話した19歳の出番がやってきました。パワフルガール澤田亜希、脚力を生かしたダイナミックなジャンプ、そして元気印が魅力の19歳。去年のグランプリシリーズは初出場ながら健闘し、2戦目のロシア大会では5位に食い込んだ。
そして今年フィギュア界の名門関西大学に入学。世界を意識し練習を積んできた。最も重点を置いたのはフィジカルの強化。パワフルさを増したジャンプで初の表彰台を狙う。昨シーズンは表彰台に乗れなかったので、今シーズンは乗って帰りたいなと思ってます。この後半グループに日本からは17歳浅田真央、そして今笑顔が見えました、19歳澤田亜希が登場していきます。日本の19歳澤田亜希、曲はアルメニアラプソディ。朝は少しうまくいかなかった3回転2回転のコンビネーションジャンプから始まります。トリプルサルコー、不足ですね、回転不足ですね。気持ちを切り替えて次に向かいですね、はい、ステップから行うトリプルトーループ OK です。ここはよくこらえました。今年はこうして激しく動くところも見てほしいんです、そんな風に話してくれました。シニア2年目、ストレートラインですね。亜希さんも本当にもう子供からだんだん大人のスケートができるようになって、表現力も随分上手になったとは感じるんですけどね、はい、元気のいい笑顔に、そうした芸術的なものがどんどん変わっていった、本当にこれから楽しみですね。今のポジションまで絡めるかですね。柔らかさを持つために新体操であったり柔軟体操、そういったところにも力を入れているそうです。アクセル決まって本人にも笑顔が見えました。シニア2年目澤田亜希はこのグランプリシリーズブラウス大会から始まっていきます。初戦ですからね、去年の初戦に緊張で頭が真っ白になったそうですが、今年は自分らしく楽しんでいきたいと話していました。
タイミング合わず回転が3回って回りきらなかったですね、アルゴがね。トーループきちんとビールマンポジションになってから2周に回らないと評価されないですからね、去年のグランプリシリーズを経験して、去年は自分の演技が終わった後他の選手の演技を見て本当にいろんなことを勉強したなんて言ってました。そして迎えた2年目、ダブルアクセル、うん、見た目は回転ちょっと不足かなとかどうかなと思っちゃったんですけど OK ですね。うん、本人もできたところと、そうですね、ただ納得いかないところ、そのようなところももちろんあるでしょう。でも本当に表情を見ててもそうですけど、最初のジャンプで少しアクシデントありましたけど、その後は本当持ち直していきましたね。もともと元々元来あのアキちゃんで元気印の、はい、元気いっぱいの佐々木さんですからね、その中でショートプログラムは走ってジャンプだけじゃなくて激しく踊っていく、そんな新しい自分を見せたいとも言っていました澤田亜希。